控室はこちらです。出番までご自由に。うほー、鎧つけるぞ。お、これもいいな。見ろ、あれは海賊貴公子。しかし、なんて美しさ。係の女たちが全員倒れていくぞ。そこの君、あまり防具をつけすぎるなよ。重量制限がある。あ、僕の名はキャベンディッシュ。君は何者だ？俺はルフィ。あ、ルーシーだった。紛らわしいな。本当に君が麦わらのルフィだったら、今ここで殺していたよ。え、なんでだよ。3年前、新世界に現れた美しきルーキーことこの僕に、世界中がざわめいた。それがどうだ、わずか1年後、湧き出てくる後輩のルーキーたち、最悪の世代が獅子奮迅の大立ち回り。記者たちはもう僕に見向きもしない。だから殺すんだ、目障りな後輩たちを全員。そうか、じゃあな。おい、まだ話は終わってないぞ。めんどくせえやつだったなあいつ。あ、なんだこの銅像。その人に興味ある？レベッカ、検討しよう。それは伝説の人、コロシアム史上最強の検討士、キュロスだけど、この国中の誰も彼のことを知らない。はあ、わかんねえ話だけど、俺は好きだぞこの銅像。男らしくて。私も好き。そういや、剣闘士ってことはお前も出場すんのか？うん、私、優勝商品のメラメラの実の能力を手に入れて撃つんだ、ドフラミンゴ。え、ミンゴ？一回戦終わった時、お互い生きてたらいいね。おい、俺の目は節穴じゃねえぞ。いくら変装しようと、俺の経歴に傷をつけた野郎の顔は忘れねえ。麦わら。あ、お前はマロベラミーだ。彼は海賊ハイエナのベラミー。かつて空島へ立つ直前のルフィと戦い、敗れた過去を持つ。その後、ベラミー自身も空島に到達。ドフラミンゴに莫大な黄金を持ち帰ることで、ドン・キホーテファミリーでの立場を得ていた。そう、ベラミー！なんでここに？メラメラの身に興味はねえが、優勝すりゃファミリーの幹部に昇格できる。ドフラミンゴはガキの頃から俺の憧れの海賊だった。やがて来るでかい波を越えるために俺はドフラミンゴの船に乗る。麦わら、もうお前を笑わない。麦わら？もし本物の麦わらのルフィならば、君の命は僕がもらう。
れチビ、俺の会社で潰してやるよ。この手で切り捨ててやる。いや、あの男はおめえには取らせねえべよ。こんな目が吹け。そうか、君もか。だが僕の獲物だ。なんとジェット。ここまで強いなんて。名を隠しても人気を取るか。ここまで来ればもう大丈夫なはず。ありがとう、レベッカ。そういやお前、おもちゃの兵隊に育てられたって本当か？そう、兵隊さんはたった一人の家族だった母を失った日から私を育ててくれた。親も同然の人なの。ずっとそばにいてくれて、何度も何度も守ってくれた。へえ、あのおもちゃが。私の一族はかつてドレスローザを治めていた王族だったの。でもそこにドフラミンゴが現れて王座を乗っ取られた。私も王族の血を引くからと捕らえられて、今は囚人剣闘士としてここで偽物にされてる。
だそれ、ひでえ話だ。兵隊さんは私たちみたいな人を解放するためにドフラミンゴを撃つ準備を進めていたの。何年もかけて。そして今日、兵隊さんがドフラミンゴに決戦を挑むって。彼は自分の命と引き換えにこの国を滅ぼす気なの。もう守られるだけじゃ嫌なんだ。今度は私が兵隊さんを守りたい。兵隊さんが死んじゃう。レベッカ、Aブロック勝者はバルトロメオ。さあ次はCブロックの試合です。試合が始まる。決勝で会いましょう、ルーシー。おう、頑張れよルフィ。あ、どこだ。窓の外か。ゾロ、ディエモン、どうした。ロー殿がドフラミンゴにやられた。それだけじゃねえ、海軍大将がドフラミンゴと組んでる。おかげで町中海軍だらけだ。急がねえとまずいぞルフィ。無事か、ワーナ。サンジ、そっちはどうなってる。順を追って話すぞ。まずドフラミンゴの王位放棄、あれは真っ赤な嘘だった。俺たちは初めからドフラミンゴにはめられてたんだ。交渉は決裂、トラオはドフラミンゴと戦うことになった。それでトラオをやられたのか。今私たちはトラオの指示でシーザーをドフラミンゴから遠ざけるためゾーンへ向かっているの。分かった、トラオは俺たちが必ず助ける。お前らは先にゾーンに向かってくれ。メラメラの実、誰かに取られるのは嫌だけど仲間の命には変えられねえ。俺たちはドフラミンゴをぶっ飛ばしに行く。よし、さっさとコロシアムから出てこいルフィ。俺たちは先に向かってる。ゾロ殿、そちらではござらん。あ、でもコロシアムの出口どこだ。トラオを助けに行かねえと。出口どこだ。ジョーカーが麦わらを俺に殺せって。ドフィーは甘いな。優勝を逃した男にまたチャンスを。大会が終わるまでに片をつけろ。それで晴れてお前もファミリーの幹部だ。出口どこだ。待て、久しぶりだな麦わら。あ、チャンピオンのやつ、なんか用か。うん、そこにいるのか麦わら。黒ひげか。そうさ、久しぶりだな。ゼハー、大会に出場中らしいな、ルーシー。
だがメラメラの実はうちのバージェスがいただく。まるでエースが俺の仲間になるようで嬉しいぜ。エースの力はお前らにだけは絶対渡さねえ。任せてくれセンチュス。メラメラの実はいただくぜ。早くあの能力を使ってみてえな。ふざけんな。お前らには渡さねえと言っただろ。邪魔者はいなくなった。そんなことしてる場合じゃねえのに。あ、ベラミンだ。ちょうどいいや。よっこいだ。しまっ。イズリー爆弾だ。ベラミン、お前に聞きたいことがあるんだ。お前の用なんか知らない。俺と戦え、麦わら。ドフラミンゴに認められるためだ。ベラミン、どうしても戦わないとダメなのか。ゲットスタップガトリング。ロケット、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 失敗してこのざまか。俺は何も変わらねえな。みっともね。変わったよ、ベイビー。レッドホーグリーン。レッドホーグリーン。ベラミー、麦わら暗殺に失敗したらしいな。あんたには消えてもらう。ディアマンテ様の指示だ。我が夢は。ダチは見捨てねえ。魔物、ランドジェットシェル。
とどめを刺して受けたという。騒ぎになるとまずい。そろそろ退散するか。どうせお前らはここから出られないんだ。セラミ、悪いけど俺急いでんだ。このコロシアムに出口なんかねえよ。どういうことだお前。俺は今から外へ出る。そうか、ありがとう。連れてって。お前が勝手につけてくりゃ偶然そうなるって話だ。俺にもドフラミンゴに通すべき筋がある。わかった、じゃあつけてく。ルフィ先輩、メラメラの実は俺が必ず手に入れてあんたに届ける。安心して外さ出てくんだ。そら、あんたに憧れて海さ出た。未来の海賊を。そうか、それなら助かる。メラメラの実はお前には渡さねえぞ、麦わらのルフィ。何者だ。ルフィ先輩に気安く。俺だよルフィ。おいお前、
俺はルーシーだ。変装したくらいで弟のカプセル。弟？あのなあ、俺を弟と呼ぶのは死んだエースと、もっと昔に死んだ死んだ。サボあ、嘘だ。昔エースとお前と3人で杯を。ありがとな、ルフィ。生きててくれて嬉しい。でも、サボ、俺は目の前でエースを殺されて。ああ、エースは死んだけど、お前だけでもよく生き延びてくれた。俺は何もできず、二人の兄弟を失うところだった。前まで死んでたら一人ぼっちになるところだった。ありがとう、生きててくれてありがとう、ルフィ、うん、メラメラの実は俺が食っていいか？うん、それがいい。